それではこれからハンドルセンターの調整方法を説明します。こんな風に真上から見て、前輪とハンドルの動きが合っていない場合ですね。まず最初に見てほしい箇所が、ハンドルは高さ調整レバー緩んでいる可能性があります。外してこのネジを一度緩めてから、はい、ハンドルを調整してあげてください。上から確認しながらで、調整ができたら、ここのネジをしっかりと締め切ってから、またレバーを閉じてください。このネジが緩い状態のままだと、レバーを締めても、ずれる可能性があります。はい、次はステムジョイントカバーを緩めて、調整する方法です。このネジを、5号の六角レンチで双方から緩めていただいて、はい、ネジを緩めたらハンドルバーを支えながら前輪を固定しつつ回すことで調整が可能です。上から、見ながら、いい具合に調整してください。前輪とハンドルバーの、調センター合わせができたら、また同じように5号の六角レンチでネジを締め直します。六角レンチを強くやってしまうと、こんな感じでずれてしまう可能性があるので、ゆっくりと締め直してあげてください。上から見てハンドルと前輪がまっすぐなっていることを確認して、完全に締め終えてください。